Welcome to the stage of history retold. スワップしてこれどけかな。よし、いいぞいいぞ。俺もだいぶワンオペ慣れてきたわ。だいぶワンオペ慣れてきた。まあね、週2で大会やってたらまあそれはね。さあ、続いての試合1回戦第2試合がヘルレーザーさんとジョージさんとなります。この組み合わせどうなんだろうな。かっこいいマイナスね、地味にマイナス12、12か14あります。ただ、まあ、ああいう系のね、そのシャカステのマイナス12とかって楽しかった。やっぱね、あんまりその確定入れられないっていうね、難しい。しゃがんでる。うわー、投げ割り込む。落ちない。チビさん。うわー、結構痛いな。素材これは確定してるっぽい。スケールさえワンオペがなくなったこの子、そうなんですよね。めっちゃお酒飲むと。これは、インパクトとハグが噛み合う。横潰し、かまいこして、キュウリから暴れ潰しのかまいこ。あれ何？6ゾンビ ?6 ゾンビ ?6 ゾンビじゃねえかな。なんか6ゾンビって言ったけど何とかなる気がするんだよね、マキシ。点数ビート6ゾンビって言ってけば割と何とかなる気がする。ギルティシーかね。減らなくなったな。減らなくなった。かなり減らなくなりました。これね、昔だったら死亡してました、あれ。めっちゃ減ってたからな。これは貪欲に潰しに行く。ユーリフレーム、ガード削って、ガード削って、ワチャワチャ。うわー、これね、インパクトで対応するとね、こうなっちゃうんですね。下パン割り込んで、これは、あ、なるほど、ダブルアップ。うわー、しゃがんでいる。で、グローちょっと、うわー、よく避けたな、今。マジ、今の。さあ、ジョージさんがまずは1セット選手となります。やるね、踊りますね。これが大阪さんが見せたかったマキシだよな。間違いねえよ。まあ、あの大阪さん構えがとか言っててやってるのは、あの 8B プラ系とあと総北プラッシュだけだった気がするわな。今思えばマキシはやっぱ構えだよなって言ってた気すんだけど、結局やってることはレッサーパンチとか言って、あの8ビープだけぶっ放すのと総国だったわ。なんかそんな気がする。大阪さん見てね、見てねえよ。さすがに見てねえだろ。よかった、見てなきゃ、見てなきゃ大丈夫、見てなきゃ大丈夫。今のはわー、確かに今の遠いからワンチャン届かないですね。あ、なるほど、そうきたか。アバロン式いったね今ジョージさん。あ、マジで、その受け格はやばいわ。今のやばいね。あれ受け格なっちゃうんだな。さあ、これでも結構ヤバめなの貯めれたんじゃないか。あとは何、点数と6ゾーン。あと何だっけ、あれか、ハグか、ハグにたった、ハグにたまった、ハグにたまった。多分ね、一番左何これ、点数ちょ、星分かんねえんだ俺。あの、俺もね、マキシ、実は S ランク上げたんで、星の位置が分かりません。
ゲラルト誕生。あ、そうなんですよ。ゲラルト誕生したんですけど、誕生した瞬間に引退しました。誕生と同時に引退してました。さあ、この構えね、さっき結構悪さされたんで、悩む場面。もうね、押すと、押して解決もありなんですけど、押したことで大惨事になるっていうのもやっぱあるんで。わあ、マジ？弾いて。あと何？あと何これ？あと何これ？もう他方にも分かってないんです、下手したら。下手したらこれ、ジョージさん自身も分かってない。点数、絶対、いやでも点数はすぐ溜まるから点数じゃない。違う、これじゃない、これじゃないんだ、これじゃないんだ。じゃあ何だ？ガード？あー、今行かました。そこから横潰し、下蹴って。うわー、まあ、やるしかない、やるしかない、これやるしかない。やるしかない。やるしかない上に、これもやるしかない。これはすぐやる。これはすぐやります。あ、来た！来たけど？これは、チャージリサル？でかすぎるぞ。ま、遅らせ。もうなんかあれっすね、そのジョージさんの、その、インパクトの読み合いが結構うまく、だってでかいぞ、これゲージ吐かせた。これでゲージ吐かせたらマジでかい。さあ、こっからは、グローのターンでしょう。下段？下パン。構えて、削っていく。いや、むしろでかい下段いく。BBA 下中連携、これで1対1。あそこのね、そのハグンクリティカルエッジ通んなかったのが、あそこね、我慢できたのがやっぱでかかったですね。さあ、ステージはご自由にお選びください。あとやっぱ1ラウンド目のあの受け角はでかかったですね。あれは正直でかい。Welcome to the stage of history retold. 目標を排除する。なるほど、酔いが回ってきたって感じだ。さあ、ステージ選びは同じステージ、じゃあ望むところだったんですね。マキシもね、一応ハーフ落とせるからな。落とせるは落とせるから、まあ、ありっちゃありなのかな。そう、ちょっとこれ赤くなったのちょっとウケるな。ちょっとだけ赤くなってるのちょっとウケるわ。エルデーナさんは休みは配信ですか？だけ抜けてる。ここは下パンで割り込む、インパで割り込む。次回のね、攻略動画ね、ガードインパクトをお話しいたしますので、よろしくお願いします。まあ、あとガード関連かな。ガード関連のお話と解説とガードインパクトについてね。はい、お得意様です。しかも切れてる。ここね、ここちょっと難しいよな。確かにマキシ的にはその構えに移行してダブルアップでその星を稼ぎたいってのがあるんですけど、うわー、押せなかった、最後まで。そう、あ、なるほど、そのから飛んでる。あるのか。うわ、張り込む。ここね、ここ多分、あの、前入れ、前入れすればもう壊れたね。来た！めっちゃ光ってる、めっちゃ光ってる！あと何？ 6 ゾン？ 6 ゾンでしょ、多分。多分6ゾンだと思うわ。わかんない、それ。なんだ、いや、6ゾン系ホールとかですね。さあ、暴れてほしい。ちょっとゲージ貯めます。ただ、依然やばい。
わあ、巻き込んだ。ショートジリーサル、このショートジリーサルはゲージたまんねえんだな。リーサルしてんのに。あ、なるほど。これはどうなの。ポンポン、ダブルアップ。これが出れればね、あったんですが、割り込む。リーサル、やばいぞ、これ。これはマクシの時間が到来してしまし、してしまいました、これ。まあ、ただ、まあ、グローも2ゲージある。うわー、巻き込んだ。たまにとしないと高いです。キャンセル。あ、危なっ、落ちてた今。さあ、先にチャージ入ったのは、フルレーザーさんのグロー。クリティカルエッジ。完全にクリティカルエッジ。あのね、グロー何がやばいって、そのチャージ中にチャージを打っても全然ゲージ減らないですよ。チャージが終わんないですよね。ほぼ10秒使えるんですよ。これがやっぱね、グロの強いとこ出ましたね。